さて、今回もビーズニューアルバムエピックデイ発売記念ということで、ビーズスペシャルでお送りしますが、今回、ご紹介するのはもう見てわかる通り、はい、愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない。はい、ということでございましてですね、今回はこちらの愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない、長いよということで、このシングルを、紹介したいなと思うんですが、まあ、今こちらの方にこう映っておりますけれども、お分かりでしょうか。こちらはですね、発売当時の、ポスターですね。はい、こういった感じになっております。ニューシングル3月17日オンセールということで、1993年ですね、1993年にリリースになりました。ビーズとしては最も売れた、シングル曲ですね。愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないということで、もう、ね、ウルトラソウルだったりとか、まあね、そういうのもそうなんですけども、この曲も非常にもう有名な曲で、ね、よく、まあ、不思議だなと思うのは、ミュージックステーションとかでね、あのランキングをすると必ずと言っていいほど、好きな曲ランキングのビーズの時には上位の方に入ってくるというくらい、まあ有名な曲なので、ね、今の若い方でも知ってる人は多いとは思うんですけれども、まあ発売は、93年ですね、1993年の3月17日ですから、もう20年以上前ですか、これ。今は2015年ですもんね。すごいですね。もう20年前のシングルになっちゃうのかなと思うとは、すごいなと思います。もうそんなに古いんだなという感じはしますけれども、まあ、こちらを今回ピックアップしたいなと思ったのは、この曲は本当に、まあ、さっきも言いましたけども、ビーズの中では最も売れたシングルということで、その倍ですね、まあダブルミリオンで200万枚を超えている、曲でもあります。ちょっと開封してみましょうか。はい、まあこういった感じの懐かしい、取れちゃったよ。はい、懐かしいでしょう。この8センチ版っていうんですかね、8センチシングルですけれども、これね、ジャケットとしてはビーズとしてはね、初めてのこの横型ジャケットだったんですよ。今まで全部縦だったんですね。この前作の、まあ、ゼロだったりとかも、それまでも全部縦型だったんですけども、こう今度横、初めての横ですね、横型になっております。はい、で、発売当時は本当にすごく売れたんですね。で、これ何週連続いったかな、4週連続ですね、4週連続でオリコンチャートの1位を、取りました。で、年間チャートでも93年では2位ですね。はい、で、当時ここに書いてますけども、日テレの40周年記念の最勇気という、ドラマありましたが、そちらの主題歌になっております。で、最勇気は、そうですね、ドラマのオープニングとエンディングでも流れてました。で、まあ、その最勇気をイメージしているのもあって、ちょっとオリエンタルな感じの曲の作りになってるんですけれども、実際あれです、その最勇気は未だにビデオ化もされてませんし、 DVD 化もされていないということで、今なかなか見ることはできない貴重なものだとは思います。昨年かそこらにですね、一回スカパーで放送になりまして、で、まあ、運よくそれを録画することができたので、また再確認することができたんですが、実は、こちらは、やっぱり同じように、いつもと同じようにジャケット違いのものも存在します。で、発売当時はダブルミリオンは行っておりません。で、
2003年に、デビュー15周年の時に出ましたマキシ版、マキシ仕様でまた出ましたけれども、こちらですね、はい、まあ、横型なのでこうなっちゃうんですけども、で、こういうシングルですが、このマキシ化したものをプラスして合計で200万枚を超えたと、202万いったのかな、合わせて202万枚ですので、93年で、確か190何万くらいなんですね。でプラスで10万枚くらいこれ売れまして、合わせての200万超えということで、93年発売、2003年発売イコール、ダブルミリオンまで10年かかってるんですね。まあ、あの合算計算になってるので、10年かかってやっとダブルミリオンっていう、もう最長の記録でございます。10年ですよ、10年もうすごいですね。10年経ってもまた10万枚売れるっていうんだから、それを考えたらやっぱりビーズの凄さっていうのがすごいなとは思います。で、まあ、このシングルなんですけども、マキシ版の他に、もう一種類あります。こちらですね、まあ、あまり変わりはないんですけれども、ちょっとこちらも開けましょうか。開けます。で、これもやっぱりレーベルが変わったこともあって、まあ、BMG ルームスからルームスレコーズに変わっております。で、それによってジャケットも若干変わっております。色が微妙に違う、微妙ですけどね、本当に微妙ですけどね、わかりますか、こう並べてみればわかるのかな。もう全体的に色がね薄いのと、これが最初で、これがその後ですね、95年以降に、また再プレスしたものですけれども、こちらは、上のタイアップが消えておりますですね、タイアップが消えております。あとはですね、基本的に中身とかはほとんど中身は変わりません。で、品番も、変わらないんですけれども、若干ここの横のここですね、 BMG ルームスと、まあ、ルームスレコーズに変わっているっていうのはあります。あとは、裏ですね、裏の、下の表記もやっぱり変わってますね。こういった感じで、下の方が最初に発売された方の BMG ルームスで、上がルームスレコーズですね。こういった感じで、若干変更されております。で、まあ、こことかも全部変えなければいけないので、微妙に、ここの模様っていうか、ここが上書きされてるので、若干ここが切れてるっていうか、変えられているっていう風になっています。やっぱ裏も色が若干違うという感じですね。バーコードは一緒です。値段も一緒なのでバーコードは変わっておりませんが、若干この色が違うという感じですね。あとこう上のところもこう並べると一緒ですけれども、品番も変わってはいませんが、ルームスレコーズと BMG の、当時のこの横マークですか、はい、これが、違うという風になっております。こういう仕様ですね。でも本当に売れましたよね、この曲は。売れましたというか、もう当時でも、自分まだ小学生だったんですけども、やっぱり周りで歌ってる人もいましたからね。で、まあ、こぼれ話としましては、元々のこの曲のタイトルっていうのは、こんなに長くなかったんですね。最初の、予定していたタイトルは愛のままにわがままにだけでした。ただ、やっぱもう少しインパクトが欲しいというような、こともありまして、で結局そのまんまその後に、僕は君だけを傷つけないも、ついたというのもありますですね。あとはそうですね、当時はめちゃくちゃチャゲアスのヤーヤーヤーがもうバカ売れしていたんですけども、ただこの曲が出てそのヤーヤーヤーの連続1位記録をストップさせたという、まあ、そういうお話もあります。はい、まあ、でもあれですね、発売当時からしばらくはライブでもあまり歌うことなかったんですけども、最近はねやっぱり、まあ、人気があるためかなんか分かりませんけども、よくライブでも、歌うようにはなってきてますね。本当に、まあ、ライブで流れるとやっぱり
なんだろう、当時はあんまり盛り上がらないみたいな感じで、言ってたみたいなんですけども、でも最近のライブでは結構盛り上がってる感はあるなという感じはしますけどもね。はい、あとはまあこのシングル自体はどの、アルバム、フルアルバムには入ってなくてベスト版にしか入ってないという、曲ですね。はい、結構そういう曲ってビーズって多いですよね。あとは今ちょっとこう中開けてみて思ったんですけども、意外とこの2曲目セカンドビートカップリングのジョイって歌詞短いでまあそれだけなんですけども、でも本当にビーズとしては代表曲の愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけ、愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないでございます。ということで、まあ大したお話ではございませんでしたけれども、今回は、この曲についての、まあ、ジャケット違いとかちょっとまあそういったこぼれ話を少しお話しさせていただきました。ということで、お相手はユークスターラストでした。